明日告示される立憲民主党の代表選挙に小川淳也衆議院議員が立候補を表明しました。党勢の回復、党勢の浮揚、さらには日本の政治状況を少しでも改善していけるように全力を尽くしたいと思っております。小川氏は推薦人集めが難航していましたが、大串役員室長との一本化が実現したことで立候補にこぎつけました。代表選挙にはすでに泉政調会長、逢坂前政調会長、西村衆議院議員が立候補を表明しています。